くりしたやろ。これがうちの発明したキネマトロンや。このキネマトロンちゅうのは蒸気の力で動く通信機なんや。ほな、使い方教えようか。まず真ん中のダイヤルで話したい相手の通信番号を回すんや。おいで、右上の通信中ボタンを押したらええねん。終わらせるときはこの電源ボタンを押したら通信終了や。これは短縮ダイヤルや。番号が分かってる相手にはこのボタン一発で通じるで。相手がおらへんかったら返事がないこともあるけどな。せや、簡単やろ。よっしゃ、ほんなら習うより慣れろや。早速練習してみよう。うちのいる花屋敷支部に大神班の方から通信してくれへん？花屋敷支部の通信番号は13700や。ほな、うち待ってるさかい。頼んだね、大神班。私はニューヨークに向かう船の中から通信しています。でも不思議ですね。海の上にいるのにこうして隊長の顔を見ながらお話できるなんて。
ものだけにいつ爆発するかどうかと心配ですけど。チェッ、スミレハ相変わらず一言多いな。それじゃあ隊長、あたい修行でしばらく帰れねえけど、また通信するから、そん時はよろしくな。ありがとよ隊長。じゃまた会おうな。少尉、聞いてくださる？祖父の忠義が倒れたと聞いて実家に戻りましたのに、祖父はピンピンしてましたの。なんと私を実家に戻すための口実でしたのよ。まあ実家なんてすぐに抜け出してみせますわ。また電撃でお会いしましょう。ではごめん遊ばせ。隊長、隊長も戻られたばかりで大変でしょうけど、花組のみんなのことよろしくお願いしますね。ありがとうございます隊長。では私もこれで失礼します。ほんなら大神は、うちもそろそろ失礼するわ。喜んでもらえてよかったわ。これでうちも作った甲斐があるちゅうもんや。ほんなら大神はん、さいなら。隊長、いや、悪い悪い、忘れてたよ。あたいの通信番号を教えとこうと思ってたんだ。あたいの番号は、ああこれこれ、1400だ。じゃあな隊長、今日はゆっくり休めよ。Thank you.
Thank you.
事なお稽古ですよ。それにセリフ合わせなしにどうやって舞台をやるんですか。舞台上での掛け合いはインスピレーションが大事なのです。役者は才能、こんなお稽古は不要です。でもセリフ合わせはお互いの呼吸を合わせる練習にもなります。織姫さんに私たちと仲良くなってもらいたいんです。そのためにも少しずつ息を合わせるお稽古をしようと思って。あなたたちの舞台と私の舞台とでレベルが違うんです。舞台も戦場も戦いです。あなたたち何か勘違いしてます。これ以上仲良しごっこに付き合い切れません。帰ります。織姫さん待ってください。あら松一さん、盗み聞きしてたんですね。いい趣味してるって感じ。おまけに覗きの趣味まであるんだ。チェリーズ、さくらさん、全然センスなんて、もう最低。あたし、イタリアに帰らせてもらいます。そこどいてください。聞こえなかった。いい男って感じです。体調だかなんだか知りませんけど、余計なおせっかいはやめてください。お兄ちゃん、大神さん、出動だ。ゲートに敵が。織姫さん、作戦指令室に急ぎましょう。